買ってもらったグローブにテレビを見ながら毎晩オイルを塗ってた。早く手に馴染むといいよなって父さんはビールを飲んでた。近くの駐車場でキャッチボール、僕の球はカローラのミラーを壊して、一緒に謝りに行ったよね。ジュリーの歌が流行っていた頃さ。ねえ父さん覚えてる、僕の夢は野球の選手、叶ったらネット裏に呼ぶよって言ったこと、ねえ父さん覚えてる。初めて見た泣いたはテレビで見るより全てがキラキラしててさ、目の前にファールボールが飛んできて、父さんはビールをこぼしたよね。あの選手は誰って父さんが聞くと、僕は出身校まで答えてみせた。お前すごいなって頭を撫でて、父さんはまたビールを飲んでた。ねえ父さん覚えてる、僕の背番号は11で、ポジションは一塁手でも補欠だったけど、覚えているなら答えてよ。